皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。エアコンは27から29度設定のマリサだぜ。前回のバビスタ、霊夢可愛いねが鮮烈デビュー。うざ、マリサビクトリーも頑張ってるぜ。今回は秋競馬開幕です。王者ザ・タイガーも再び軌道に乗せたいところ。それでは本編スタート。まずはスタンドボールが添え気味です。ズコ。さて一発目はスズラン賞です。マリサビクトリーとレイムかわいいねの激突。は、なめんなよ。マリサこわいいね。人気だ、人気を見せろよ。ふん、まあまあいい勝負じゃないかしらね。ここは先行してデビューしたマリサビクトリーの方が人気だな。カチャーいいのよカチャー。見た。コンディションは良。さあ頼むぞ。イケマリサビクトリー。レイムかわいいねも頑張れ。まず何がいきますか。7番、レイムかわいいね。先頭を伺います。5番、レノーは内から追い上げる。10番、マリサビクトリー、好位をキープ。1番人気。鬼頭でやり合ってるぞ。焦るんじゃない。敵は他の馬だぞ。さあ、最後の直線。外マリサビクトリー。内レイムかわいいね。さあ、どうだ。マリサビクトリー抜けてきた。レイムかわいいね、どうした。しかし外からブレイブスマッシュ。あうちの自慢の2頭が。ここは痛み分けってことね。先着したんだがまあそういうことにしておいてやろう。さてもう1頭の新馬です。これはドリームスターの3区。繁殖用だわね。ホワイトマズルの3区だな。名前はスターシャイナーにしました。輝けスターシャイナー。屋根は早乙女優。屋根じゃなくて敵な。ランマリメイクおめでとう。ほんまに楽しみ。家にテレビないけど。ズコ。さてマリサビクトリーを1勝クラスに使うぜ。いいでしょう。ローテはあなたが決めなさいよ。屋根はハヤトで。そして栄光の空をセントライト記念に使います。まだまだ成長途上なんで甘く見てね。 800m コンディションは良。さあマリサビクトリー頼むぞ。スタートしました。ミッキードリーダンシングチコ2頭が出遅れ。ここも小気味よく先行。出た出た。早くオープンに上がっちゃいなさいよね。ツンデレか。2番手1番クアトレフォイル。さあ最後の直線。マリサビクトリー4角先頭。粘っているマリサビクトリー。外からさあ悪くないぞ。ここから抜け出すぞ。ここから坂を駆け上がる。いいぞマリサビクトリー。これは強いオープン入りを先に。おめでとうマリサビクトリー。随分余裕だな。最後に勝つのはレイムかわいいねよ。にしてもすごい名前だな。マリサビクトリー実力の違いを見せつけました。お次は栄光の空です。セントライト記念だな。ここは三角がポツポツって感じね。さあここは先行するぞ。栄光の空は見せ場は作るからな。もう一踏ん張りを期待したい秋であります。ほんそれ。まずは先行争い。内から押して8番栄光の空。2番手ここも隊列を引っ張る形だな。10番谷のフランケル。さあ最後の直線。栄光の空粘るんだ。栄光の空先頭だ。それ頑張れ。ウィンズの親父なんよ。栄光の空粘れ。ここから坂を駆け上がる。スティッフェリオ捕らえにかかる。リオンリオンさらに差を。続いてはザ・タイガーです。スプリンターズ S に使います。札幌記念からスプリンターズのいつものローテで。屋根はおなじみのノリです。栄光の空も緊急参戦です。まあ中1週か。ここは経験を積みたいところだわね。調子はいい感じです。G1 もぎとったるでー。さあ印はどうだ。栄光の空はいつも通り。ザ・タイガーは2番人気かな。相手は眠れない夜だな。スリープレスナイトね。栄光の空はルメールの一発を期待したいところ。馬券は3連単頭で。面倒くさい馬券買ってるな。チーム霊夢牧場のおじさんの唯一の見せ場なのよ。なんだよそれ。マリサファームな。ここから先は随分と雨足が強いわね。これが吉と出るか凶と出るか。電撃のロックハロンが今幕を開けます。スタートしました。あ、二頭とも出遅れたぞ。なんてことだ。前早くなれ。展開頼みになったな。前はビアンフェにフォーエバーマークか。早い馬が揃ってら。アルティマトゥーレ。6番レッドアリオン後位につけています。うちの2頭は同じような位置にいるわね。ほんそれ。外が。タイガーだよな。やりたいだけシリーズ。どうつけろよデコスケ野郎。外を抑えて12番ワンスインナムー。
サンハロンは34秒後だ。流れに乗ってるぞ。4角の進路はどうするか。この辺りが中断。外から上がるのはザタイガー。ザ、タイガーは大外だな。栄光の空はさばいてもろて。さあ最後の直線。進路はあるぞ、伸びるだけだ。ザタイガーかもん。トラががっつく。それマネーのトラなんよ。何点完全。さあ捉えたのはザタイガー。すんごい足。バフンを丸飲み、いただきます。やったぜ。じゃあな、これは文句なしの勝ち方。それではマリサファームの霊夢さんにお電話をつなげてみましょう。早いわ。スプリンターズステークス、制覇です。2着以下は混戦となりました。いやーいいわね総大将。不良ババでブッチブチチチップ湯切り。漏らしてるんですがそれは。さあ。ザタイガー。父ブラック移動、母キャノンボールという5歳のボバです。生産、オーナーともに霊夢。あ、間違えた、マリサファーム。ザタイガーはスプリンターズ S 連覇。マリサファームはスプリンターズ S を驚異の7勝目となりました。パチパチパチ。えがったえがったやっこっこ。というわけで今回はここまでです。今回のいいとこ取りのザタイガーでした。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。競馬クイズのコーナー。出た出た尺稼ぎマン。恒例の競馬クイズ始めちゃいますわよ。おほほのほ、おほほのほ。君も、はよやれや。それでは成績クイズ。この成績を残した馬は全成績じゃないから注意ね。第1問、まずはこの馬から。池添で桜花賞制覇、なるほど。3、2、1、ドカーン。正解はアローキャリーでした。地方からコツコツと頑張ったな。桜花賞のガッツポーズは必見。第2問はこの馬です。裕福でマイルチャンピオンシップを制覇か。最近の馬だな。3、2、1、ドカーン。正解はステルビオでした。ここまではどうだ？正解したか？第3問はちょっとひねってこの問題。成績は途中からね。芝の中距離を使っていてダートで変わりました。ふむふむ。3、2、1、ドカーン。正解はOBでした。ダート使うのが早ければと思わせる一投だったな。ほんそれ。それでは最後はこの問題です。この成績を残した馬は？松道で札幌記念を制しているのか。グイーンエスから連投だったっけか。3、2、1、ドカーン。正解はヘブンリーロマンスでした。アオーディのお母ちゃんやないか。ヘブンリーロマンスの3区はダート馬ばかりだったわね。父もアメリカ系ばっかりだからな。全問正解者に拍手。このチャンネルでは競馬ゲームや旅行動画の配信をしているぜ。競馬場訪問動画もよろしくお願いします。日々のコメントやチャンネル登録もお気に。それでは次回の動画でアオーディ。お後がよろしいようで。You know